のいい下手の時間がやってまいりました。さあ、今日はですね、延岡市は龍町にあります。国道15号線沿いのこちらインド料理ムーナ延岡店にやってまいりました。ご紹介しますのは、今日はランチはライスに続けてカレーセットです。これですね、大きなカレーセットを使っております。こちらをいただいて、なんとこちらはお持ち帰りもできますので、ぜひ皆さん楽しみください。それでは店内に入ってまいりたいと思います。ゴで、お家に帰っても食べれますよ。本場インド王道のカレーです。なんとこちらラムオアライス、それとカレーセットで860円です。860円、安いですね。で、早速ですね、今からいただいてみたいと思います。店長さんの、はい、ゴータムさんです。そうですね、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。わー、ね、いただいてみたいと思います。本場のインドの王道のカレーです、ね、こちらから、まずでもこっちのチーズナンの方からいただいてみたいですね。皆さん見て、じゃあって感じですね。そして熱々でチーズがとろってかかってあります。わー、楽しみ。いただきます。おー、緑のチーズ、おすごいですね。これもそのまま取っていっちゃいます。塩気があって、チーズの甘みがとろっと、バターが乗ってますので、バターが外側に乗ってるということで、美味しいです。美味しいですね、これ。一番出ますよね、一番人気、ムーナさんの食べたの大人気です。食べようか店と牛丼店もですよね、はい、今度チーズにこれをこうで、ね、食べる、はい、早速今日はですね、ムナさんの店内に入ってまいりました、とってもいいスパイスの香りがしますね。今日は本日ご紹介いただきますのは、こちらバターチキンカレーと、こちらあのチーズナンとバンドチキンセットのお持ち帰りセットですね。今日は本日はこれで860円。あ、すみません、あの860円ずつで1050円プラス180円のチーズナンと帰りセットですね。あ、これを
セットで、このセットに、はい、例えばですね、あのプレーナンチップだったら1050円で、はい、あのバンチップにお値段になったらですね、はい、あのチーズナンチ入ると180円プラスで入ると思います。はい、じゃあ早速ね、ブーカーさん、ね、チーズケンのチーズナンチップですね、はい、向こうで飲料で、あのシェフで働いて、うん、あの10年に経ったらこちらでも、もう10年になります。おー、インドで、オンラインで、はい、10年も働いてるということで、はい、すごい。そしてこちらで、はい、このチーズね、わー、もうのチーズがとろーり感のね、美味しさがいっぱいですね。この一番で人気なカレーですね、バターチキンは、はい、バターチキンはインドで一番の大人気だそうです。うわー、早速いただきます。うん、ありがとうございます。こちらバターチキンということで、ほんのりバターの香りもですよね、はい、バターいっぱい入っているので、はい、この中にたくさんバターが入っているんですね。上のお肉の辛みのですよ、ね、スパイシー、辛さはエアカラになりますので、はい、ピリ辛ぐらいの辛さ入れてますので、うん、はい、ピリ辛のちょうどいいですね、私が大好きなピリ辛ぐらいが、はい、ね、真っ赤なのがまた食欲をね、はい、そそりますね。これはやっぱり、うん、ガラムマサラ、ガラムマサラとか、はい、あのブレンダーパウダーとか、うん、オフリカパウダーとか、キウイパウダーとか、グリーンカーブとかで、これで全部で12種類のスパイスを入れてます。12種類入ってるんですね、はい、香りもね、はい、スパイシーですね、はい、美味しいです。であってふわ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 です、皆さん、ね、そしてもうちぎりやすくてね、女性にはね、人気だと思います。本当にね、バターの香り、ね、美味しい。でこのカレーが美味しい、めっちゃ合いますよ、うん、鼻からふわっと出るね、もう十何種類の、ね、香辛料がもうあと口の中に広がってもうこれカレーが何種類もあるんですね。ですね、今も35種類のカレーがありますので、全然面白い、はい、素晴らしいです。ベースもですね、ベースはミキサー味と、ミキサー味とトマト味とほうれん草味とスープカレーとムンバカレーになりますね。今はお客様食べたはあのバターチキンがトマト味になりますので、うん、ですね、もうまろやかでトロトロで、はい、本当ですね、あの辛さがそんなに辛くないです。そしてマイルドですね、はい、もうちょっと発音悪いですか、私に。マイルド、マイルド、マイルド、いいですかね、マイルド、マイルドいいです、はい、OK、 OK、 もらいました。発音が悪いから全然悪くないです。マイルド、マイルドです、はい、そしてこちら今度、こちらタンドリーチキンですね、タンドリーチキンですね、はい、これはもうそのままのタンドリーチキン熱々です。ね、今揚げたて、ね、こちらはあの、ね、炭で焼いたですね、炭で焼いてます、はい、早速いただきます。うわ、いい香り、うん、おいしい、スパイシーなお味です。これは塩コショウも入ってるし、はい、やっぱり香辛料のね、とってもいい味ですね、はい、いろいろ入ってるんですけどね、タンドリーチキン、ね、
かもそんなに辛くはないんですよね。はい、香りがすごく、いい香り、そう、おいしい。これがどんどんいきますね。柔らかい、ここはカリカリでジューシーですね、中のお肉が、これ、本当たまんないです。ぶんぶんいけちゃいますね。何ででしょうか、香辛料がもう、エレートベストに、いろんなスパイス入ってですね、パプリカパウダーとか、パプリカパウダーとか、今赤くなってるじゃないですか。パプリカパウダーが切り替えられて、いろんなスパイス入れて、マヨネーズにして、コーヒーパウダーとか、ニンジンちゃんになって、マルコンから焼くんです。すごい、ヨーグルトの、もう、しっとり感が出てるのはそういうことかもしれないです。ニンジンと生姜の、ペーストがいいと思って、幸せ。ニンニクと生姜のペーストですね。ペースト、はい、入ってるんですね。はい、うん、でヨーグルトも入って、ヨーグルト入って混ぜて、2時間ぐらいにマヨネーズにしてから、あとでいろんなインドのスパイスを入れてあとで焼きます、はい、あーすごい、2時間もね、はい、つけてね、美味しいです。美味しいです。これ食べてみてください。本当に一押しかもしれないです。食べる価値あります。美味しい。お待たせしました。こちらプレーンになります。うわー、こちらゴールデンチュアリーのカレーになります。大きい、すごいですね、この大きさは。じゃあこれ皆さん見てください。大きさはちょっと分からないときないので、じゃあ私の顔の横で、じゃーん、わー、大きいですね。これ、ちょっと触ってみたいと思います。お、カツアツです。え、顔の大きさ、比べましょうか。こんなに違いますえ、すごいですね。これはアツアツのまま、ちぎっていただけるんですよね。このまま食べちゃってもいいですか。うん、新しいですか。マンゴー味。うわー、すごい。ラッシーのマンゴー味。このマンゴー味もラッシーって珍しいですね。ラッシーです。ラッシーのマンゴー味、なんかトロピカルな、ね、イメージで香りもなんかいい感じですね。もうなんか美味しいです。すごいですね、この大きさ。こんなに大きくても大丈夫ですか。これ決まるサイズなんです。これが普通のサイズなんです。すごい、素晴らしい。でも焼きたてで熱々ですね。はい、でも、サクッという音がですね、聞こえますか。うん、サクサク、めっちゃ美味しいですね。うん、音聞こえます。サクサクです。皆さん、熱々、ね、そしてしかもサクサクの音がします。おお、これもサクサクです。うん、本当にお菓子みたいにも全然入りますね。うん、これは食べやすいのに、ね、食べやすいですね。そのままでも美味しいですね。そうですね、うん、なんかふんわりバターの香りがですね、はい、まず、はい、うん、もう普通にもう小麦かなんかでですね、小麦の香りとか、うん、卵とか牛乳とかヨーグルトとか
すごいいっぱい入ってますね。はい、もう全然食卓した感が。カレーで食って、はいはい、なって食べた方が美味しいそうです。これは何のカレーですか？これはほうれん草チキンカレーになります。ジャンボはほうれん草チキンカレーということですね。はい、わあ、なんかもう色も本当すごくいい色してますね。緑色ですよね。うん、私ほうれん草大好きです。はい、これにつけて。わあ、いい色。食欲増すような色です。香りもいい、すごい。幸せ。なんとも言えない味ですね。ほうれん草のね、味も。でもいいですね。名前はもうほうれん草カレーでいいんですかね。ですね、はい。グリーンカレーみたいな。ですね。僕だったらサーグルーキーだね。インドだったらサーグルーキーですけど。あちらの有名なんですよ。はい。すごい。そしてチキンもなんか中にゴロンゴロン入っているような感じなんですけど、いただいちゃいますね。はい、すごい。おベロトロ入ってます、ゴロンゴロン。あ、大好きです、またお肉が。うわ、熱々ですね。おいしいですね。コクがあって。おいしい。こちらほうれん草のカレーです、ね、たくさん入ってますね。中にはチキンとか、ね、これはいろいろな、ね、香辛料もたくさん入ってますね、はい、いい香り、これ中辛ですけど辛くて大丈夫です。もう全然辛くないです。辛いのダメなんですけど、はい、これはもうマイルドで、スパイシーだけどマイルドって、はい、珍しいですよね。はい、これも香辛料がたっぷりなんですよ、はい。クミンとか、キュウリとか、コリアンダーですね。はい。ガラムマサラですね。はい。ですね。はい。すごい。食欲がもうどんどん湧きますね、これ、はい、これ食べてみてください、皆さん、すごい美味しいです。ご飯の上にたっぷりかけてもいただいても、ね、はい、ご飯の上にも合いますよね、はい、うまいね、はい、本当に美味しいです。もう香りがすごい、マイルドです。マイルド。発音までいいですかね。大丈夫です。本当のマイルドを教えてください。マイルド。あ、それですよね。マイルド。はい。すごいね、香辛料がたくさん入って、家でもね、なかなか作れないですね。はい。それで、これを食べているうちに箸休めで、なんか、こちら、はい、ですか、はい、マンゴーラッシーになります。そう、マンゴーラッシー、マンゴーラッシー、はい、マンゴーラッシー、はい、だそうです。なんかすごいほんのりとしたね、マンゴーが色付きがいいですね、はい、ラッシーってね、私も2回目なんですけど、マンゴーが入ってるのは初めてなんですよ、はい、楽しみですね。いただきます。本当これ美味しいですね、爽やか。ありがとうございます。甘みも爽やかでフルーティーな感じなんですけど、はい、本当皆さんこれ美味しいです。飲み口が、飲みやすい。どんどんこう。カレーの辛さで辛かったら、あのね、ちょっと。あれはあるんですね。はい。だそうですよ。これ
すごい飲み口がね、爽やかでスーッと入ってきますね。ですよね、はい。これヨーグルト。ヨーグルトから作っているドリンクになりますね。ヨーグルトにマンゴーが入っています。はい、すごいヨーグルトにマンゴーが入ってて、はい、飲み口がいいですね、はい、うん、これ女性の方は人気じゃないですか。ですね、女性の方がすごく飲みますね、うん、最初の時お客さん入った時は、うん、分かんないから飲まない人も2回目からは2回目飲みます。2回目からは飲む、ね、それが何でかなっていうのは、ね、はい、カレーライスの中辛辛口を食べた時に、はい、それをもっと飲むのが辛くならないので、うん、はい、ならないですよね、はい、すごい本当ですね、うん、はい、辛いのがもう口の中でこうなくなってしまいます、はい、うん、これは女性本当に美味しい、好きですよ、ぜひ飲んでみてくださいね。ありがとうございます。美味しい、はい、サイドメニューもね、こちら、ね、インドカレームーナさんのブルカ店でもですね、こういう他にもジャーンとたくさんありますね、ジャーンですね、本当にですよね、はい、シシカバフィーとかチキンティッカーとか、これはスパイシーチキンですね、スパイシー辛いのチキンですね、もし辛いが好きなお客様は辛いのもできます。あ、辛いのもできるということですね、はい、辛さは順に選べて、あ、ですね、安いですね、2ピースで、はい、そしてプレーナーにチョコナン、これチョコナンとか、ナンはあのセットのお客様がナンが無料でお代わり出来上がりますので、そういえばタレ、あの、なんか無料でおかわり自由で大丈夫でしたかね、はい、ですね、ご飯のおかわり自由でした、はい、すごい、もうすごいですね、大丈夫ですか、はい、まあ、いろいろありますね、ストローベリーナン、明太子ナン、はい、すごいですよ、あんこナンのチーズなんですね、あんこチーズなんですね、はい、デリシャスって感じですね、はい、こちらがセットのこれですね、いろんなセットありますので、こちらですね、はい、ランチタイムメニューですけど、うん、ナスじゃがいもとか日替わりカレーとか、うん、チキンカレーのセットとかお子様セットとか、お子様セットも充実してますね、はい、お子様連れの方もね、はい、ランチメニューは土日とか食事もやってますので、はい、そうですか、土日でもランチメニュー、ね、はい、お時間が、11時から3時までですね、はい、すごい、テイクアウトもこちらは持って帰れるんですかね、はい、ですよね、こちらもお持ち帰りとかはできるんですけど、別にお持ち帰りメニュー、まあ、あのもありますので、お持ち帰りメニューっていうのもあるんですね、はい、これは便利なんだろう、今お客様に食べたこちらに、はい、お持ち帰りメニューのカレーの種類と、はい、あのナンのセットが860円で、あの、はい、お肉とかつく、あの、トンジチキンかシシカバブのセットとか1050円のセットですね、シシカバブ、はい、ちくわみたいなのが入ってる、うん、あとお肉ね、いろんな種類ありますので、うん、単品のナンもありますので、うん、はい、単品のナンがたくさんありますね、種類がね、はい、嬉しいです、はい、こちらの営業時間とかね、定休日、定休日はなしので、ランチタイムが11時から、あのラストアウトが2時半と3時までで、夕方はあの5時から空いてますので、あと12時半がラストアウトになります、はい、すごいですね、今一回言うのなんかカレーの辛さもなんかいろいろ選べるということですね、はい、カレーの辛さも推薦できますので、カレーがカレーの辛さで、はい、甘いのからお子様の甘さ、お子様甘口とか、あの辛く食べたいのお客様が、はい、こちら嫌からから、あのどんどん辛さ上がりどんどん辛くなってくるんですね、中辛、はい、辛口とか辛口、はい、お辛の次からですね、激辛、うん、激辛のまた次も、はい、超激辛、どんな辛さですかね、はい、もしこれで足りないのお客様は、もうこれよりも、はい、できますので、はい、わあ、どんなから例えば10倍とか20倍で50倍ぐらいまで出来上がりますので、10倍、どんな辛さなんだろう、でも外国だったらね、そうすごい辛いの食べますもんね、日本人はあんまり、でも日本人も今は、ね、辛いの結構すぐにお客様がいますけど、はい、
すごいですね。ぜひ挑戦してください。はい、もうもちろん子供さんもね、甘いのから、ね、はい、食べれますので、うん、ね、嬉しいですね。うん、この香辛料本当にあの辛いと言ってもね、このあたりぐらいまでは全然甘いね。全然そう、ピンポまで辛くならないですよね。はい。ね、こんなこう辛い感じのスパイスがたくさん口の中で広がる甘さと辛さはマイルドで、マイルドなお味ですよ。ぜひ試してみてください。それで今回あのね、ムーナさんの評価点なので、また得点ももらえるということで、はい、かしこまりました。何人ですかね。はい、はい、10% 割引で、お持ち帰りされたお客様、はい、コロナウイルスで、はい、お客様が店に入った、あの例えば、お客様に見ていただいたお客様が 10% 割引しましょうとなったんですが、飲み物、美味しいもの、見つけたの、見たと言われる方は、こちらの店長さんの、もう丸口に来られて、はい、こちら、あのムーナのムーヤガ店と、同じムーナのビーガ店、ご自宅に行っても 10% 割引。休業もしてくれるんですか。はい、わあ、店長さん、太っ腹。太っ腹じゃないけど、太っ腹ですね。太っ腹。太っ腹が分かるんだから。スリムです。スリムです。はい。嬉しいです。日向と延岡店で、労働で、この延岡、延岡情報サイトを見た方、はい、見たよと言われたお客様が、あの 10% 割引です、ね。割引。はい。それお待ち帰りは、はい。本当嬉しいですね。ありがとうございます。なんとですね、この日向店、延岡店の皆さんでは 10% 割引を入っていますので、このサイトが見てたお客様に言えば 10% 割引をお持ち帰りできます。テイクアウトのみですね。はい、こんなにしていただけていいんですか。ありがとうございます。またなんでこういうね、企画を作っていただいたんでしょうか。店さんだけで難しいではないけど、お客様も、こんなに人には難しいわけなので、大変だ、みんな大変なので、そうしようかなと思ったんですけど、みんなそれで仕込みが向かないといけないんですよね。もう今大変なね、状況でありますので、こういったこうコロナウイルスにね、早く収束をと願って、店長さんの真心、心遣いですね。なんとテイクアウト 10% 引きですよ。ぜひこれはグルメ飯ですね。みんな使ってください。はい。今日は本当にですね、お客さんのお料理いただきました。本当にありがとうございます。